亀、えー、さんありがとうございました後半20分はあのーまあ、対談というか、あれですね、もともと経済産業省が進めてきたメ、ね、キトランスフォーメーション、あのー、人材戦略、組織改革について、まさにその民間の最先端の、あのー、事例からどういうところが、まあ、持ってこれるのか。 でどういう違いを意識すべきなのかという観点でということでちょっと、はい、あの事前にお題をご提供させていただいてたのでもう何ていうかあの十分すぎるほどの何ていうんでしょうねご知見の提供いただきましてあのまずありがとうございましたということでございます。であのせっかくですねちょっとお時間もあれなんですけれどもちょっと2つだけあ、はい、あのまあ、対談的なというか、まあ、本来あの視聴者の方の、えー ご質問いただきながらというのができればとは思うものの、ちょっとまあそれを代表することも含めて、2つですね、少しご質問させていただきたいのですけれども、はい、なんていうんでしょうね、あの1つはなんていうんでしょうね、その民間でうまくいったことの、その 要因をもう少しだけ因数分解してお伺いしたいと思っているのですけれども、特になんて言うんでしょうね、あの資料の中で、えー、と人材戦略と経営戦略がひも付いてないというのが一番課題として、まあ、大きかったとで、それは経産省としてももちろん感じているところでございます。で、それに対する打ち手として、その資料の14ページ目でですね、あごめんなさい、13ページ目か、であのソニーグループとオムロンのまあ事例を踏まえながら、なんて言うんでしょう、まあ、コツとして。 その課題をなるべく言語化するだとか、あとはその責任者が社員とインタラクティブに語れる機会を設けてるかっていう、まあ、大きくその2つがあるかなということだったと思います。で、えー、なんていうんでしょうねあの、言い方あれですけど、やればできるというか、はい、<あの> <laughs> 頑張れば <laughs>、少し時間をかければできるような、えー、と丸一と丸二言語化と対話ですね、うん、かなとも。 えー、思わなくもないところではありますが、なんていうんでしょう、やろうとしてつまずくのか、それともやるという動きが生まれないなのか、やろうとしてやるんだけど、成果につながってないなのか、あのソニーグループ、やオムロンさんが何であの優れてたのか、普通の企業さんがその、いわゆるなんていうんでしょう、言語化とか、社員とインタラクティブに語れる機会を作ろうとしても、 な,んていうかな,なぜできないのか。 この辺りについて、もし何ていうか、小社名、なかなかあの言うことは難しい部分もあるかもしれませんけれども、少しあの大変経産省にとっても重要な示唆だと思うので、ご質問させていただければと思うのですが、すみません、いかがでしょうか、はいえっと、このまあ経営課題、経営課題というか、まあ、経営戦略と人材戦略をどのように結びつけていくべきか、まあ、あるいはその言い方を変えると、経営課題と人材課題をどのように結びつけていくかというのは、まあ、非常にこう難しい側面がありますけれどもあので、先ほど申し上げたようなことは、口、まあ で言うのは絶やすいんですけどなかなかできないといったときに経営人材経営課題を、えー、人事部門がですね引き受け引き受けすぎて、うんえー、それを咀嚼しすぎてしまうと。 えーいう会社さんはなかなかこう,うまくいってないというか、ストラグルしていらっしゃるんじゃないかなというふうに思っていてですね、ソニーさんみたいな会社さんは、例えばえそのあたりをですねこう人事部門ができること、考えるべきことと、現場事業部門が考えるべきことみたいなこと、ある種うまく役割を区分けしていらっしゃるっていうようなことは結構ポイントだったりするのかなというふうに思っています。やはりそのの現場の戦略 で現場の人材課題、えー、みたいなことをですね 解答度高く捉えているのは、えー、実はその中央のですね、えー、人事部門ではなくて、えー、現場部門だったりするという部分もありますので、うんえー、そのあたりの企画を一部、えー、現場に任せながら、ですねただ、その、えー、人材マネジメントのスペシャリティを持って、人事部門がそこにこう支援をしていくというような形で、うんえー、経営戦略と人材戦略を結びつけながら、うん、そこをうまく、えー、スムーズに実行していくというような体制を整えていらっしゃるというのは 結構一つポイントかなというふうに考えているというのが1点目ですかね。はい、な,るなるほど、なるほど、ありがとうございます。えーえー、やっぱりそうですよね、その体制上もうまくその、なんていうか、組むというか、いうことが現場と人事と両方の、まあ、シナジーをどう生むかとって必要であるということですよね。はい、ありがとうございます。すみません、ちょっとお時間あれなんですけど、もう1点だけ少しご質問というか、させていただきたいのですが。はいはい、あの 官民の違いという意味で言うと、特にその、神村さんのスライドの方でも少し、あのえー、と試験ということで、あの3つほどですね、理事点、総、はい、意点出していただきましたけれどもあの、特に働き方改革のところ、パーポで言うと14ページのところ、ピンクのところだと思いますけれども、えーとまあ、非線形に、抜本的にその働き方改革を進める観点からは、まあ、単に何て言うんでしょう、こうあの まあ、そのテレワークできるようにしましょうとかそういうことだけではなくって、まあ、この機会にそのトヨタさんとあと製造業 A 社の、えー、と事例をご紹介いただきましたけれども,、うん、もう一気にやめちゃうことやめちゃおうぜっていうですねそういう議論が進んだかどうかっていうのはかなりあの企業さんの改革にとって大事だということだと思ってますで、はい、あの、えー、とどんな業務だったらそういう非線形な改革をやりやすいのか。 え、どんな業務からやっていくといいのかみたいなご質問をちょっとしようと思ってるのですが、あの、まあ、経産省に限らず政府全体って割と、その、何て言うんでしょうね。まあ、配分の問題だと思いますけど、多立的な業務、その他に立失せられる業務っていうのが比較的、あの、多いかなというふうに思ってます。もちろん、その、あの、まあ、多く報道でされているような国会対応みたいなものも、まあ、あの、少なからずあるのは事実ですけれども、まあ、それに限らず、あの、まあ。 コロナの話であったり、いろいろな、まあ、あの社会として対応しなきゃいけない業務に、そのなんていうか、当初予定してなかったんだけど、あの急遽やるみたいなことは、うんうん、もちろんしあの災害みたいなものも含めて、多々あ,あるところではあるんですけれども、まあ、もちろんそういう業務をそのスクラップするみたいなことは、もちろん政府である以上ですね、難しいと思っていて、で、他方でそういった業務の,そのある種の多立性が、あの 少なからず、その何ていうのかな、働き方改革のその、まあ、えっ、ー、と、何て言うか、あの根本として、あのそれをどうにかするっていうことも、あの大事だという期待値も、省内であったりするのも事実であるところでございまして、でそういった時に、その何て言うのかな、そういったところに、目を向けるときのポイント、あるいはそういったところじゃないところから、 目をつけることが、やっぱり他の会社民間企業さんでもそうなんだ。みたいな何て言うのかな。どこからどんな風にやっていくと、あの抜本的な働き方改革につながるのか、そういう観点で少しあの民間の事例も踏まえた。あのご持参みたいなものがあればというふうに思うんですけれどもいかがでしょうか？はい。 あのまあ民間企業のこう人事部門もですね非常にこうまああの大企業の人事部門であればあるほどその継続性のマネジメントみたいな表現がされるぐらいですねこれまでやってきたその制度をいかにこうまあ維持していくべきかとか継続していくべきかみたいなことに加えてあの上から経営陣からあんなことやれあんなことやれって言われてどんどんやることが増えていくみたいなことっていうのはこれはあのメティさんだけですとかあるいはその官のですね官僚組織だけではないまあ,えまあ,ある種共通したえまあ大企業大組織 のですすね課題なのかなかといいう,うに思いますでそれに対して、まあ、民間がどのようにまあこう解決をしていってるかということで言うとやはり先ほども少しご紹介させていただきましたけれども、まあ、その人材課題みたいなものをですね、えー、捉えた時に何が今優先的な課題なのかみたいなことを、まあ、その重要なものから順にこう並べてですねそれをきちんとこう取締役会のような最高意思決定機関に、えー、テーブルをしてでそこでその重要なものからどうしていくべきかっていう議論をしていくというようなことでもってある種さまつめ な議論というものに、まあ、あんまりこう,、まあ、こうエネルギーが割かれないようにし、うんえー、向けつつあるそれをそのあそういうそのある種外圧というと語弊があるんですけれども。うん そのコンプレートガバナンスみたいなトレンドもうまく活用しながらですね、えー、やることを削ぎ落としていってるっていうことが結構民間で、えー、うまくやられている事例の大きな方、えー、なのかなというふうに思いますので、なかなかその、政民、<laughs> さまざまなあのニーズがある中でやることがどんどん増えていく一方だというところではあるとは思うんですけれども、まあ、立ち上げたイニシアチブを、えー、どうやめていくのかみたいな、その撤退基準であるとか、うんうん あるいは先ほど申したようにその優先順位が高いものから順に並べていったときにです、ねまあ、ここにはなかなかリソースが割けないということをある種世間に分かっていただくような分かっていただいてですねご理解をいただくようなその対話の在り方みたいなことを少し検討していくみたいな、うん、え方向性 がいいんじゃないかなというふうにはちょっと思います。うん、はい、ちょっとなるほど。明確なお答えになっているかどうか分かりません。けれどもいえいありがとうございます。ありがとうございます。はい、やっぱりプライオリティというか優先順位というか、あの、ええ、全部頑張るということではなく、ちゃんとそのリソースの？ えー、人、予算、時間の,その制約を意識した上で、そで、何からやっていくかっていうその優先順位を作っていくみたいなことが、霞ヶ関であれ、その経営陣には求められるという、なんかそういうことかなというふうに思いました。はい、ちょっとどうできるか、しっかり考えていきたいと思っておりますけれども、ありがとうございます。大変参考になりました <laughs> えー、ではですね、すみません、あの少しお時間、浄化してますけれども、まああの、組織改革とアーキテクチャということで、メティトランスフォーメーションを一つの題材にして、あのまあ、講演とあの対談をさせていただきました。あの最後にあの亀永さんの方からあの視、視聴者へのメッセージといいますか、これをご覧になられている方は、経済産業省の中の方も、えー、外の方も両方いらっしゃると思います。でそししてて組織改革人事改革革人事みたいいいなもものにあのご関心を持っっおらられれる方もいらっしゃればアーキテクチャという まあ全体像を考えていこうという,です、ねえー、いうことにご関心を持っておられる方もいらっしゃると思いますけれども、はい、あのもしあの見られている方へのこう、まあ、メッセージというんでしょうかね、あの終わりでしたらと思いますけれども、永さんいいかかがでしょうかはい、ありがとうございます。 ちょっと最後に申し上げたいなというふうに思いますのがあの先ほど少しその官民の違いというような中で少し触れましたけれども、まあ、そのローテーションが非常にこう定期的にあるというようなことが、えー、結構大きいかなというふうに思ってるんですけども、まあ、そういったことを考えるとやはりその担当者が。 つまりメティの中でこういった組織改革を指、ね、導する担当者が定期的に入れ替わるということだというふうに思いますので、うん、まその中長期的な目線で取り組みを進めるというのはやっぱり非常にこう、まあ、難しくなってくるというところでかつそういう施策のこうコンテクストって非常に複雑なのでなかなかこう歴代の,その担当者間でこう丁寧に引き継いでいくみたいなことも、まあ、半ば限界があるのかなというふうに思ってますので私個人として引いてみるとですねそのこういった組織施策のです、ねまあ、製品みたいなものを について時の担当者に頼りすぎないみたいなことは結構重要かなというふうに思っております。ですので、まあその河野さんのような方のこう周囲の皆さんがこう緩やかでも良いので、長くこう関心を持ち続けていただいてですね、組織の皆さんがこう担当者に任せてこう不満を抱くというような形ではなくて、皆さん自身がこう引き受けて考えるといったようなま少しその民主的なですね。 えー、対話の場というかコミュニティのようなものをこう,うまくこう形成をしていくというようなことが結構こういった、えー、施策をですね、えーまあ、その成功させる上ではかなり重要なんじゃないかなというふうに、うん、特にこうあのメティのような会社の,そのあ会社というかその組織のです、ね、特性を踏まえたところで言うと思うところでございますので、まあ、ちょっとこう,こういうことをあんまり言うとですね、まあ、ただでさえ忙しさを極めてらっしゃる <laughs> その将来の皆様からこうバットボタンがこう連打されてるんじゃないかなという,ふうに思うんですけれども <laughs> まあこう冗談はさておき、まあ、そのあんまり言ん。 あまり皆さんのそれぞれの時々の立場にこ,うこだわりすぎないでですね、中長期的な議論と取り組みをこう継続していくような、そうした幅広な場というかコミュニティみたいなものを作っていけると良いのかなという,うに思います。私もあのこちらにお邪魔している間にですね、できる限り努力ができればなというふうに思ってございますので、皆様、ぜひとも議論を進めていければというふうに思ってございます。よろしくお願いいたします。はい、<laughs> ありがとうございます。亀永あの様ありがとうございました、あのー リエティのセミナーをご覧の皆様あの、冒頭私の方からですね、前半の講演の最初に申し上げたとおりあの、ぜひ、あの何て言うんでしょうあの、見てくださった方にはあの、ぜひ注目いただきたいという話と、それから、経産省の組織改革ですね、主体的に参画いただきたいと、えー、いうことを申し上げたような。あの 締めくくりになってございますあのぜひですねあの、経産省の内部、それから外部の方々も含めて、こういう、まあ、経産省あるいは霞が関のですねあの組織改革を一緒にやっていきたいという方々はですね、あのご意見、あの お寄せいただければと思いますし、今、あの亀永様から終わりでありましたように、まあ、きっと私もあの3年か5年か経つと移動するんだろうという前提のもと、あの職員の皆様とですね主体的にみんなで議論を進めていくという、そういうあの仕組み作りが大事だと思っておりますし、そういうレールは必ず引いておくというのは、私、着任中に絶対やりたいという,ふうに思っておりますので、ぜひあの皆様の主体的なご関心と参画ですね、これをお願いできればというふうに思っております。あの以上であの のセミナーのですね組織改革とアーキテクチャという点について、あの後半の,あの講演と対談ですね、これを終わらせていただきたいと思います。あの亀永さん、本日はお忙しいところありがとうございましたでございま引き続きよろしくお願いいたします。